すべてはユンジンがファンと交わした些細なやり取りから始まりました。ルセラフィムのユンジンは強力なパフォーマーで、特に彼女の歌唱力は K-POP アイドルの中でもレベルが高く、印象的な声質で聴く人々を夢中にします。そんな才能あふれるユンジンは、独特なサウンドスケープで知られている人気歌手レイベイの大ファンです。最近ユンジンがレイベイのファンクラブに所属していることも判明しました。レイベイはモダンジャズ、ジャズポップ、ベッドルームポップなど独特なメロディーラインで人気を集めている歌手です。ここ数年で彼女の人気は急速に高まり、BTS の V のような大スターでさえも彼女のファンであることが明らかになっています。ユンジンもその中の一人で彼女がレイベイのファンであることを知ったピオナは、Weverse を通して、レイベイの曲をカバーしてほしいと伝えました。するとユンジンから、ぜひそうしたいと返信が届いたといいます。ファンはユンジンから届いた返信を喜びやり取りを X に投稿しました。すると彼女らが予想だにしなかった出来事が起こりました。この投稿はユンジンが憧れているアーティストレイベイの目に留まり、レイベイ本人がファンの投稿を引用して、なんてことが起こったのでしょう。と嬉しさを表現したのです。この投稿を見たユンジンは、ルセラフィムの公式 X を通じて、こんにちは、私はユンジンです。あなたがとても大好きです、と愛を伝えました。するとこれに再びレイベイが、ユンジンこんにちは、私もあなたが好きです。いつか一緒に歌いましょうと返信をしました。レイベイはルセラフィムユンジンを知っていたようで、二人はお互いに応援し合っていたようです。ファンは思いがけないやりとりに驚き興奮しており、お願いします。ユンジンとレイベイのコラボが見たいです。私の好きな二人のアーティストがコラボするの嬉しすぎると二人がコラボする日を心待ちにしているようです。